今回はですね、シャキッとコーンちょっと入れた、あれですね、どさんこラーメンで、これ出来上がったのが、これちょっとシャキッとコーン入れたので、コーンだらけになりましたけどね、食べていこうと思います。ちょっとお肉とかも付け足して入れたんですが、コーンの、味だい。お肉もしっかり効いててね。コーナーじゃあ食べてて。旅行は巻かなくて、なかなかない、パンの香ばしさと本当味がいいですね。なので結構いい味わいと、コーンの良さがあって、これはこれでまた良い味とコーンのしっとりとした美味しさが、これはこれでね、いい味を出してるんじゃないかなと思いますね。コーンの味と美味しさがしっとり出てて、それはコーンの味わいとか美味しさとかがあって、美味しさっていうか、ちゃんとに、あれですよね、この、なんていうんだろう、中に入ってる、中に入ってたね、スープの味も、どさんこの独特な味だし、非常にいい、落ち着く、まろやかな味というのが特徴だなって思って、どうもありがとうございました。